五福島神社、五福島神社、大鳥居、五福島神社、大鳥居は、広島県二日市市の五福島にある五福島神社の鳥居。主体の大鳥居とも、五福島神社を象徴する建造物であり、世界遺産、五福島神社を構成する文化財の一つ、国の重要文化財。神社を会場社殿として大集築した平の清盛が創建したとされ、 天文16年、大内義高らが再建した時から、両部鳥居になったと言われる。現在のものは、明治8年再建の8代目。ただ近年の研究により9代目である、可能性が指摘されている。2020年時点で大修繕工事が行われている。地図オトリーは、明治32年4月5日国の重要文化財に、指定、その棟札2枚が、 昭和38年12月26日、大鳥居の月として追加指定されている。また現在、津島神社宝物館が所蔵している、変額はかつて大鳥居に掲げられていたもので、小奈良天皇の神官であり、これも明治32年国の重要文化財に指定されている。十分指定されている木造鳥居としては、高さ、大きさともに日本一。 奈良の春日大社、鶴賀の貴姫神宮の大鳥居と共に、日本三大木造鳥居に数えられる。また吉野金府山寺などを鳥居、大阪四天王寺四鳥居と共に、日本三大鳥居とも言われているが、これは近世以前神仏集合時代であるという。なお、昭和27年五島前島が特別史跡及び、特別名称に指定。 平成8年、五島神社と全面の海及び、背後の三つ山原子林が世界遺産に登録される。本社正面から北西側に108軒離れた海中に自立する。五島周辺含めて、広島湾の看板差は最大で4メートルと言われており、つまり、満潮時には海に浮かぶように、干潮時には大鳥居の根元まで歩いていける。 宮島観光協会は歩いて行ける長位の目安は100センチメートル以下であるとしている。南西側から各支柱に2本ずつ袖柱を持ち6本足とした両太りと呼ばれるもの。支柱と袖柱は上下2箇所で佐賀を刺して押しくさび締めで固定している。全体は2塗りだが、木口のみ、木土塗り。材質は、支柱2本がクスノキの自然木で、東中が日向、国岡富。 村山で、西柱が、佐野木国和田浜さんのもの。1950年の修理時に、楠木で熱着を行っており、熱着剤は当中が、福岡県久留米市産。西柱が、佐賀県佐賀郡鍋島村池の上産。袖柱4本は、杉の自然木。これも1950年の修理で熱着されており、熱着剤には楠木を用いている。楠木が用いられるのは、 比重が重く、腐りにくく、虫に強いことから、基礎には千本杭と呼ばれる工法が用いられている。五福島は全域が河口岩で形成され、地表付近はその風化山ルードになるマサ度で覆われており、ここは砂地の地盤になる。そこで、それぞれの柱の下には約30本から100本の松杭が打ち込まれている。1909年修繕の際に、 千本杭の上に厚さ45センチメートルのコンクリート基礎が補強され、その上に厚さ24センチメートルの布石が敷き並べてある。鳥居は地下埋設ではなくその布石の上に自長で立っている。上部の笠木、島木は箱型になっており中に小石台の玉石が詰められ重しとしている。双方とも反り上がり、その上等に屋根通し板を打ち付けひわだ武器としている。 笠木の木口北東側に、日南西側に、ガツの、漆白押しの金具が施されている。本名堂の影響とされ、北東が鬼門であるため鬼門封じとして太陽、その反対方向であるため月が飾られたとされる。変額は1875年混流する際に、作られ、縦2.73メートル横1.83メートル、アリス側の見当たる日と新能の旋筆で、表側は、 五島神社、裏側は、五島神社と記されている。その前に掲げられていた、五奈良天皇の変額は、表側が縦2.54メートル横1.48メートル、五島大明神表記。裏側が縦2.52メートル横1.50メートル、五島大明神表記。五島神社は593年、再起安職によって建てられたとされる。鳥居も、 本社創建と共に建設されたとされる。現状のような会場社殿となったのは、平野清盛の援助を受け佐伯景広によって1168年建設された。会場のオートリーもこの頃に創建されたと考えられている。初期の変額は、表側が小野東風、裏側が不法大師の筆であったという。1286年10月、オートリーは再建された。 この鳥居は1325年6月25日台風で倒壊した。一辺、清江秋国五福島一辺は1287年参拝しておりその時の様子になる。この絵図は五福島神社絵図として初見にあたり、ここでの大鳥居は朱塗りされた明神鳥居として描かれている。1371年4月、大鳥居は再建される。材木は、 現在の埼玉栗松、2日市市宮内などから運ばれた、東海時期不明。1547年11月18日、大内義高を旦那として、大鳥居は再建される。この時から、両武鳥居になったと言われる。また義高は、対岸寺村会の要請により、後奈良天皇の神官の額を神社に送る、東海時期不明。1561年10月、 毛利隆元を当主とする毛利氏一族によって、大鳥居は再建される。材木は、現在ののみと大原、中村、二保島、山口県岩国市から運ばれた。1716年自然に倒壊した。毛利家文庫、芸州五福島五一線の津江戸時代に、五福島の戦いを描いたもので、作者不明。ここでは、朱塗りの両武鳥居として描かれている。 1739年9月、広島藩主、浅野吉長によって、大鳥居は再建される。楠木は、現在の中区広瀬、秋区、船越、秋郡府中町、呉市下鎌刈町から運ばれた。1776年7月7日、落雷により倒壊する。1788年に福島を訪れた、寒茶山は、遊芸日記の中に、 下氷宮と江中にあり、往年雷神墳通し、なお今だおむ立てせずと記している。鹿島清兵衛が撮影した1890年代の大鳥居。創建から20年前後にあたる。西側主中は、継ぎ木が施されているが、東側主中は当時は一本物。当初無塗装で1911年単塗装と屋根の吹き替えが行われた。 1923年臨、随まさらい法事撮影。朱塗り後。当時は木部周りをコンクリートで固めていた。1801年3月27日、大鳥居は再建される。楠木は、室群和歌山県側、南空寺な、竹原市、呉市などから運ばれた。1850年8月7日、台風、高潮により大鳥居は大破した。機体は、 南のあた,た島あたりにまで漂流した。1875年7月18日、小泉神江門らの圧線により大鳥居は再建される。2019年から始まった修繕工事に合わせて行われた調査で新たな発見があった。つまり、1223年から1240年の間に大鳥居が再建された可能性が高いという。 1875年創建の現在の大鳥居は、台風での破損修理以外での大規模補修は1909年、1925年、1950年、1965年、1994年に行われている。いずれも柱基礎部の補強、普及部分の除去、熱儀の取り替え修理などである。1950年の熱儀材は、貨車で運ばれたが、 あるところのトンネルの入り口で立ち往生したというエピソードもある。1990年代以降、再選間隔で支中に効果を挟む迷惑行為が続いていた。こうした損傷や老朽化対策として2019年から大規模修繕工事が行われた。また、平成3年台風第19号で、五福島神社が大きな被害を受けたことから、それを教訓として、 大鳥居に必要なクスノキを確保するため、宮島町有志で、宮島千歳委員会を結成、県内外でクスノキ育成に取り組んでいる。この活動の一環として、五島の国有林内に、大鳥居溶剤のクスノキ確保を目的とした、悠久の森、日和田採取用の日の木確保を目的とした、日和田の森を設け、官民で島内での次世代溶剤の育成を続けている。 潮の緩慢によって、全く異なる様相を見せる。宮島観光協会によると調位では、神社が海に浮かんで見える目安は250センチメートル以上、大鳥居の根元まで歩いて行ける目安は100センチメートル以下としている。以下、船で近づくことができる手段を記す。ありがとうございます。